一番上来た。やばいやろこれ。え、やばない？やばいんやけど。こんなんいける？いけるわけなくない？だってさっきのさ、U字型の足場ですら安定してないのにさ。長えよ、ちょっと。あの、傾斜が、左右の傾斜はないんかな？平らで上下に。うん。あの、高低差はあるものの、左右への傾きはない。ただこれまたカメラ、視点がどうしていいかわからんな。ガッツ！慎重に。いや、まじ喋ってる余裕ないわ。これ、簡単なコースとかあんのかな？下が一番簡単とか。上が一番簡単なんじゃないか。上が一番簡単説。下が一番むずい説。なんか邪魔なもんがめっちゃある。下は。上は、あの、カメラ視点。誰も邪魔してこんへんから。うわ。ここに乗るのだけでもむずいっていうね。見えないんですけど、やめてくれ。見えねえのは嫌。もうカメラがもう絶対一番上やな。上の道が邪魔っていう罠があります。もう別に上に登ってくるのそんな難しいわけじゃないんで、絶対一番上邪魔。上の道が喋る余裕がない、マジで。なんでなんでなんで下り坂になってんのかな。いや、分からんのよな、よくそれが。起伏が分かりづらい。そうですね。若干下り坂になってる。この若干の下り坂であんなにいきなり、まあ、の、もともとが上り坂やから勢いつけていって、急に下り坂になるから、さっきみたいにシューンっていっちゃうのね。まあでも学んだから、それを。まばたきできひん。はあ、まばたきタイム。まばたきタイム。うぅ。まばたきタイム終了。ドライアイになる。さあ、下り坂になるから気をつけて。下り坂になるから気をつけて。よし。よし。何ぬねのなのよ！どこで落ちたんだよ、お前。はあ、あそこまで行くのだけでも、まずあのさ、二山乗り越えるのがすごい大変やのに。もう、ここいらん。ここいらん、もう、さっきんとこからやりたい。いやー、んーやーブーブル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 ーうわ
よし来た、よし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 、これは大チャンス来たんじゃないか。ほぼマックス、ほぼマックスに近い体力でここまでも来たよ。いやマジでこれ、この道渡った先がどうなってるか気になんないけど、やば、これここから落ちるやん。道渡った先がよく分からへんねんけど、なんか道途中で途切れてない？あれ？これ全部当たりの道ではないの？え、よく分からん。とりあえず行ってみるか。行ってみな、分からん。怖い。まばたきできん。目が乾く、目が。こっから下り坂よ。よし。なあ、なんなん、もう、いや。ある程度傾斜を感じながらやりたい。どう動くかがマジで運みたいになってるから。傾斜が分かる視点でやる方がうまくいくかもね。あんまり傾斜が分からんし、なんか助かったんやけど、せっかく使ってなかった。もうここ壁でいいやん。なんでこっから落ちれるようになってんのよ、腹立つわ。壁でいいやろ、そこは。もうなんかさ、これ道がどう傾いてんのよ、もう。どう傾いてるか分かるようにしてくれ、もうちょっと。進行方向傾きではないのか。あ、常に、その傾きなんね。常にこの奥側、向こう側に傾いてるような形。進行方向の向きに傾いてるわけではないと。だからむずいと。タオルあるだけなんやけど、ちょっと待って。この一番上。タオルあるだけ？あ、でもその後に、透明のガラスのテーブルがあって、チェックポイントか。で、そっからピョンピョンみたいな、動く、上下に動く足場乗って、で、ジャンプ台があるな、なんか、その先に。で、このステージどこまであんの？ゴールのさ、矢印が、反対側なんやけど、今進んでる方向の。いやー、この長い細道地帯を抜けて半分ぐらいかな、このステージは。大大大大、常に奥に傾いてるからね。常に奥向きに傾いてるから、そのつもりで。ストップ！え？ストップしろよ！なんで動いてお前？は？ポーズ禁止？ポーズ禁止エリア？聞いてないってそんなんじゃねえ。止まれよ！それは知らんがな。なんで？ポーズが効かんってなんなん？あ、ポーズしても動くんや、このゲーム。あれ、さっき止まってたのにな。さっき止まったのはたまたまか。止まれる位置で
ポーズしただけか俺が。え、マジか。え、止まるときは止まるな、でも。え、なんなん？スティックからっていう話は止まー、ここ滑るもんね、普通に。普通に滑るんやけど、ポーズしたら止まる。え、何？止まるときと動くときがあるんやけど。動きがこう、一定以上やったら動くんかな。やめて、その、なんかふわふわした仕様。ちゃんとバチッと止まってくれよ。ポーズだよ！スティックを後ろに基本的に倒しつつ左右で調整していく感じ。スティック後ろは友達、スティック後ろ倒しは友達。ポーズに頼ろうとするとポーズはもうなんか急に裏切ってくるから、ポーズには頼らない。斜め感を大事に、後ろに倒しつつ斜め感を大事に。ほい、よっしゃ来たぞ。でまずここに乗ります。よし、でここに乗ります。ここまで簡単で、次なんだ。はあ、遅いな今度。いや、しかもちょっと浮くんか。いやだな、ここでミスりたくないな。割とシンプルやから、ここは一回見よう、一回見よう。はいはい、この辺。ふう、ここミスりたくねえな。あれ、意外と勢いがいるね。もっと後ろから勢いつけなあかんのか、このパターンね。ステージ2にあったパターン、一回後ろに下がってグン。よしよしよし。あ、これ坂道やな、上り坂になってるわ。わかりづらいけど、真上視点なんでわかりづらいけど、どこ行けばいいの。あ、これか、これののね。オッケー、またこれか。今度は高さがぴったりやから、信用して、信用していこう。また勢いがいると思うので、同じよ、さっきと一緒で。よし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 、いいよ、順調順調。また上り坂になってる。うわー、マジか！これジャンプして、あの上の細道に乗らなあかん。なんか、勢いつけすぎたか。勢いつけすぎたか。ずっと細道、この先。やばい。ライフが62しかない。これ着地のたびに10削れていくんよな。ライフなくなるよ、マジで。あー、ちょっと待って。ライフがなくなる。ライフ回復させてくれ。終わったわー、終わったー。チェックポイント行ったらライフ3しか残らんし、ここの着地で死ぬー。あー、あそこまで行けるようになったからって、これが簡単に感じるとかいうことが一切ないですね。ここは相変わらずむずいまま。なあ、もうなんなん、もうそれはもういらんって。ダッシュがあかんのかな。リトライするのに2、3秒かかんの、マジでおかしいやろこのゲーム仕様が。初めからリトライするのもっと0. 何秒でできるようにしないと。こんなゲーム性のくせに。
黄緑ソフトさん、リトライをもっと短くしてください。次回作は。よし、帰ってきたぞ。おい、危な、これ足場が上にある時に行った方が滑り落ちるリスクも着地した時のライフの消費も少なくていいんじゃないか。もうこの乗り移りでミスるのは本当に嫌。うまい、オッケー。よし、次よ。勢いつけすぎてもあかんかったからな。オッケー。うん、意外と簡単、意外と簡単。動いてないからな。とひたすら細道ゲーな気がするんやんですよ。上り坂が急に終わる。うん、上り坂が急に終わるからそこ注意ね。じゃあどうやって注意したらいい？あ！謎判定やろ。うん、ここマジむずいんやけど。え、どうする？あー、もうビビ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 ビ。もう、なんで右に向かせるね。めえ、おかしいやろマジで。終わったよマエミ。ああ、もうここでリトライさなあかんのがマジで嫌。めえ、なんでここでこんなミスんねん。ここそんなミスりたくないよマジで。慎重に行けば行くだけやないから。慎重に行くだけステージ、この慎重に行くだけゾーンでこんなミスりたくないマジで。よし、いやー、ライフが少ねえな。半分ぐらいしかない。よし、乗った。ここ大事に行きたいな。とりあえずここをミスらんかったら、この一本ミスらんかったら一旦落ち着けると信じたい。下り坂っぽい、下り坂っぽい。あー、でも行ったんじゃない。よし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 、ここにチェックポイントないんか。チェックポイントが欲しいね、ここに。あ、この上にあるわ。ライフ回復もある。よし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 。ここはシンプルな守り坂なんで、ここはね、
一発でいってできるだけライフの消費を無駄にしないように。よし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 、いいぞいいぞ。でなんだ、でなんだい、これは。掘り投げられてあの足場に乗るってことかな。なんか奥にちっちゃいなんかポコポコ浮いてるけど、あれなんなんやろな。あれジャンプ台なんじゃないか、全部あれ。でー、またこれライフ削ってくるよ。外側に着地するとああなのね。なあ、勢いつきすぎ。そんな強く投げんといて。いやー、くっそ、いいところに着地でき、いいところに着地がで、むずい。いいところに着地せんとあかん。いいところに着地せんとあかんよ。よし、もうチェックポイント欲しいもん、ここで。ライフがないのよ、ライフが。うん。うん。ちっちゃいなー、あの、ジャンプ台、緑の。ちっちゃ。なかったやろ、あんな、今まで。ここに来て、新ギミック。いや、全部のこの足場を使う必要はない。またこっからやん。